します。カル君どうですか。今日も元気です。はい。はい、ありがとうございます。ということで今日の対談お別れです。さよなら。今日はですね、はい、実は新オープニング映像ができました。頑張りました。一応ね、一応やった。あの外注です。外注っていうとちょっとおかしいですけど。そうですね。はい、実は当社のお客様がですね、はい、作っていただきました。そして当社のお客様というよそよそしい言い方をしておりますけれども、はい、先日給水のオフ会で、うん、そうですね、納車させていただいた古鉄さんですね、はい、実はこういうのもできるんだというのはですね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、実はちょっとちょこちょこ相談を、もう最後の納車の全然前からですね、相談させていただいてまして、最初はですね、いろいろ情報を盗み取ろうぐらい我々でと思ったんですけど、我々でやらないといけないと思ったんですけれども、はい、相談しているうちにですね、はい、自然の流れか、はい、古鉄さんも作ってもらったからもう本当にご協力いただいてですね、お忙しい中、本当に時間を割いていただいて、はい、そうですね、いろいろ注文なんかつけたりしてですね、もう大変な騒ぎですよね。いきなりよその会社の動画のオープニング映像を作らせられるっていうですね、ちょっと無茶ぶりもだいぶお願いしたんですけど、まあ、早速じゃちょっと、とりあえず見てみましょう。じゃあ、カル君、ここら辺に寄ってもらっていいですか。お願いしますよ。えいっ。はい、素晴らしいっていう感じで 本編にこれからボタンですね、はい、入っていくんですけれども、あれ最後なんか本名の人が、そうですね、なんか今まで DJ 吉田、はい、ハンター松尾、はい、クリームパン斉藤、はい、そしてウェブ事業部村上っていう感じでこう、はい、以前のオープニングやってたんですけど、ね、なんか若干時間が長くなってますけど、これあれあれこれは私ですね。これ、はい、尺だいぶ取ってますね。これ、はい、もうオープニングで30秒ぐらいやってますけど、うん、これ、カル君入っちゃいましたね。ここに気づかぬうちにフルネームでちょっと言っちゃう。ちゃんとここに、ね、デンマカーノって書いてありますね。ちゃんと書いてますので、これもカル君がより動画をですね、はい、これから率先してやっていってくれる、はい、ということなんで、そういう意気込みですね。これはちょっとそのうちどの人数が増えていて社員全員みたいな感じになっていくんです。オープニングだけで1分とかかかるんです。でも本当に自分たちでは絶対作れないような、これは僕らではさすがに作れない。しかもなんかあ、そうなんですよ、これ見ます、これ黄色のところ SW 系の、これちゃんと動いてるんですよね。再生すごい、すごいですよね。ハミスケが走ってますね。ハミスケそんな走るキャラだったかなって思ったりするんですけど、結構ほっとりした感じのキャラクターなんですけど、うん、やるときはやるということです。そうですね、作っていただきまして、はい、早速今日からですね、はい、まあ、今日はちょっとエンディング代わりにこれを差し込んでおこうかなと思いますけれども、はい、非常に自分たちでは絶対に作れないオープニング映像を作れています。ありがとうございます。しっかりですね、これでまたまずは出演する我々が、はい、いい動画を皆様に、ね、まあ、楽しい動画から逆にためになる動画まで、ね、うん、たくさん作っていきたいなと、はい、基本的に毎日やっておりますので、そうですね、はい、ぜひぜひ今後ともこの YouTube の方を見ていただければと思いますので、はい、頑張っていきましょう。はい、古鉄さんありがとうございました。ありがとう、あ、大丈夫です。ありがとうございました。ということで今日はこの動画でお別れです。さよなら。